中国主導の AIIB が大失敗、1000兆円以上の巨額負債で崩壊寸前です。中国が設立した投資銀行 AIIB が存亡の危機に立たされています。お題目だった途上国へのインフラ支援も満足に行えず、さらには内部告発によって組織はガタガタ。その上、AIIB に隠された真の目的、中国で余った鉄やコンクリートを途上国に押し付けるという役割も果たせず、中国経済そのものが危機的状況に陥っているんです。実際2024年9月に米ブルームバーグ通信は、中国はデフレスパイラルに陥りつつあると指摘しています。本来なら今の景気低迷も AIIB による輸出攻勢でなんとか食い止められるはずだったのに、それができなくなっているんですね。しかし設立当時の AIIB はバスに乗り遅れるなと日本メディアからも絶賛されていたはず。それなのにどうしてここまで大失敗してしまったんでしょうか。その背景には日本が加盟を徹底的に拒否したことがありました。というわけで今回は AIIB の大失敗とデフレスパイラルに陥った中国経済の悲惨な現状について解説していきます。それでは行ってみましょう。今回問題になっている AIIB は正式名称をアジアインフラ投資銀行といいます。冒頭でちらっとお話ししましたが、主導しているのは中国。2016年に業務を開始して以来、主にアジアの新興国を対象にインフラ開発のための融資を行ってきました。ちなみにどのくらいの国が参加しているかというと、創設当時の2015年末には57カ国、2024年1月時点の加盟国は94カ国地域となっています。結構な数の国が AIIB に参加していることが分かりますね。ところで中国が主導という点に引っかかる方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。この手のことで中国が言い出しっぺというだけでも何か裏があるんじゃないかとついつい考えてしまいますよね。じゃあ実際のところどうなのかというと、やはり同国には思惑があったようです。では AIIB の創設にどんな思惑があったのかというと、1、中国が抱えていた過剰な資材のはけ口にしたい、2、一帯一路構想を推進したいという2つの思惑が絡んでいたと言われています。要は中国からすれば新興国のインフラ整備を口実にして過剰在庫のはけ口として使えば在庫を減らせる上に金まで入ってくる、しかも一帯一路計画を進められれば第二のシルクロードを作ることで物流をより有利に進めるようにできるし一石二鳥じゃんというわけです。それらしい名前をつけてはいますけど、結局のところ中国は他国も巻き込んで最終的にうまい汁だけ吸いたいだけなんですよね。いつものやつです。それも中国の場合、2008年のリーマンショックで世界の経済を支えるという宣言とともに4兆元日本円で約60兆円もの景気対策を実施しています。ところがこの時に用意した鉄や石炭コンクリートの生産設備は需要を大きく超えてしまい、過剰な在庫を抱えることになってしまいました。その結果財政出動によって一時的に良くなった景気はどんどん右肩下がりへ。まあそうなるのも当然ですよね。鉄や石炭をバンバン作ろうと生産設備を増やしても需要が落ち着いたらそんなにたくさんは必要なくなってしまいます。しかも在庫を管理するのにもコストはかかりますし、それらの施設を維持するのにもお金は必要です。入ってくるお金は減るばかりなのに対してお金は出ていくばかりになってしまいます。もう完全に悪循環ですよね。このようにリーマンショック時の過剰在庫が中国経済の足を引っ張りまくっていたんです。そのため同国からしたらとっとと在庫を片付けないと経済に影響が出まくってしまうので、当時は早急に販売先を探さなければならない状況でした。しかも景気を回復するのには何らかの起爆剤が必要ですが、中国にそんな余裕はありません。そこで習近平が企んだのが AIIB でした。需要がないのなら逆に用意してしまえばいいんです。そして中国が目をつけたのはアジアの新興国でした。中国は新興国のインフラ整備を口実にすることで堂々と鉄やコンクリートの在庫をさばくことができるんです。やり方がめちゃくちゃしたたかですよね。とっとと片付けたい在庫を他国に使ってもらうことで在庫を減らすことができますし、お金まで得られます。しかも新興国には恩を売れますし、 AIIB は他国も巻き込む形で行っているため中国ばかりがお金を出す必要はありません。 AIIB は中国にとってあまりにも美味しすぎるんです。というか一帯一路についてもそうですよね。新興国のインフラが整うことで中国からヨーロッパまでの物流の流れすら作ることができます。しかも AIIB を通してインフラが整備された国は中国に恩ができるので
ある程度なら融通を利かせることができるようにもなるわけです。こうした背景を知ってしまうと AIIB は中国の下心が見え見えな組織だったことが分かってしまいますね。ところで実は AIIB の他にもアジアにはインフラ投資が専門の金融機関があったりします。その機関は何かというとアジア開発銀行 ADB です。 ADB とはアジア太平洋における経済成長を助け開発途上加盟国の経済発展に貢献することを目的に設立された国際開発金融機関のことです。主導しているのは日本とアメリカで現在は67カ国の地域と国で構成されています。ここまで聞いてあれ AIIB とだいぶ内容が被ってないと思った方も中にはいらっしゃるかもしれません。ですが AIIB と ADB にはいくつか違いがあるんです。まず融資の対象が違います。 AIIB の融資対象がアジア新興国のインフラであるのに対して ADB の融資対象は交通インフラを含めた教育や医療、発電所といった広範な社会基盤なんです。そのため ADB は途上国への技術支援も行っています。インフラ一辺倒の AIIB より ADB の方がより広い範囲に融資を行っているんですね。さらに主導している国も違っています。 AIIB の主導が中国であるのに対してADB の主導は日本とアメリカです。まあ簡単にまとめると主導してる国と融資の対象、あとはそれぞれの参加国が違うというわけです。でも正直内容だけ聞いたら AIIB の融資の対象って ADB に含まれてないと思ってしまいませんか。実際 ADB も途上国のインフラ整備に融資しています。なのにわざわざ中国はインフラ開発のためという口実で新たな組織を作ったわけです。ということは中国は AIIB を作りたかった理由があるはず。ちなみにその理由については鋭い方はすでにお気づきかもしれませんが、先ほどもお話しした通り、1、中国が抱えていた過剰な資材のはけ口にしたい、2、一帯一路構想を推進したいという2つの理由からです。でも AIIB と ADB の融資の内容が被っているのであれば、 ADB でインフラ開発をしたいといえばわざわざ新たな組織を作らなくてもよかったのではという気もしますよね。しかしこの中国の思惑 ADB ではできませんでした。ではそれはなぜかというと、 1. ADB の審査が厳しい、 2. ADB の主導が日本とアメリカという2つの理由があったからです。皆さん思い出してみてください。中国とアメリカってもともと仲が良くはないですよね。ではアメリカ主導の組織で中国が好き勝手やろうとしたらどうなるでしょう。アメリカは中国の思い通りにはさせたがらないはずですよね。そういうこともあって中国にとって ADB はやりづらいというか、自分たちの思うようにどうせない都合の悪い組織でした。そのため好き勝手やるには新たな組織を作った方がよっぽど早かったんです。ここまで紹介した内容の通り、結局のところ中国はアメリカと日本に邪魔をされることなく在庫の処理と一帯一路構想を進めるために AIIB を作ったというわけですね。本当に中国のやり方はしたたかとしか言えません。ですがその中国にもとんでもない弱点があったんです。この弱点については次のトピックで紹介していきたいと思います。中国が抱えている弱点、それは IMF や ADB が持っている国際金融機関を運営するためのノウハウを持っていないことです。要は中国は好き勝手できる環境づくりこそ成功したものの、どうやって運営すればいいのかまでは分からなかったんですね。ですが分からないのなら手に入れてしまえばいいわけです。そういうこともあって中国は AIIB への参加を世界中に呼びかけ、資金集めをするのと並行して組織を運営するためのノウハウを手に入れようとしました。ノウハウを持っている国を仲間に入れようとしたわけですね。ですがこれがうまくいきませんでした。 G7 だけでも日本とアメリカを除いた5カ国がみんな参加してくれたんですけどね。それでなくても我が国とアメリカは ADB を主導していますし、 AIIB にわざわざ参加するかと言われると正直参加するとは思えませんけど。ですがそんな状況でも中国は日本を特に狙っていました。日本はノウハウを持っているだけでなく世界有数の経済大国であるため、引き入れることに成功すれば資金源の当てにできます。それに国際協力という名目にすれば日本の参加率が爆上がりすることを中国は知っていましたからね。ちょろいとでも思ってたのかもしれません。だからこそ中国はあの手この手で日本を引き入れようとしました。もちろん中国自ら交渉したりもしています。ですが日本から帰ってきたのは、検討を重ねてはおりますが、以前
結論は出ておりませんという答えでした。日本からしたら中国が本当に資金を使うべきところに使ってくれるかどうかすら怪しいわけで、そんな疑い濃厚な組織に簡単にお金を出すことはできません。そうでなくても何かと信用のない国が相手なので、この反応は当然ですよね。ですが中国も簡単には引き下がりませんでした。というのも中国は交渉するどころか、 AIIB に参加しないのであれば我々が主導するインフラ開発には参加しづらくなりますけど、日本がそれで良いならご勝手に、などと脅しじみたことを言ってきたんですね。これにはドン引きです。あまりにもやり方が汚すぎます。ですが日本でもさすがに中国のこのやり口には腹が立ったのか、はっきりとじゃあ参加なんかしないと言い切ったお偉いさんがいました。それが2015年当時に財務大臣をしていた麻生太郎氏です。まず麻生太郎氏はこのことについて、確かに ADB だけでは資金ニーズが足りていないのは事実である。だがもしも日本が AIIB に出資するならお金が返ってくることが大前提だ。中国はどう返済するように見積もっているのか、融資審査の条件は、審査は誰がどこで、協議は参加国全体でするのか、まさか中国が決めるとは言わないよな、と聞き返しました。日本から見たらこういうところははっきりさせるべきですし、麻生氏の質問攻めはファインプレーとしか言いようがありません。ですが逆に中国としてはこれだけ質問攻めにされたら手痛いですよね。対して中国はインフラ整備や新興国に対する融資のリターンで返済するという返事をしましたが、日本はやはり AIIB の参加には至りませんでした。その後麻生氏は会見で10分にわたってAIIB の参加に踏み切らなかった理由について語っています。ちなみに参加に至らなかった理由については、 1. 貸したお金が返ってくる可能性が高いとは言えず、国民から預かっている大事なお金を AIIB に出資することはできない。 2. AIIB の経営が中国の利益に振り回され参加国の公平性が損なわれる可能性があるという理由であったことを明らかにしています。理由もそうですけど、鋭い質問を繰り返し参加を断ったのは英断ですよね。当時ここまではっきりと断ってくださった麻生氏には感謝です。日本に振られノウハウも強力な資金源も逃してしまった中国では、現在 AIIB がどうなっているかというと下火になってしまっています。まず中国が想定した通りにお金が回っていません。中国は当初の予定では年間100億ドルから150億ドルもの融資額を見込んでいました。そうすれば2023年の時点で累計740億ドルもの融資を行えていたはずだったんですね。ところが実際の融資額は2022年単年で68億ドル、7年間の累計は412億ドルと、もともとの見込みの半分くらいしか行えなかったんです。お題目だけ立派で実態はお寒い限りだったんですね。ちなみに AIIB が融資をあまり行えなかった理由については、 1. 事業自体の計画があまりなかった、 2. 投資に関する専門家が不足していたの2つが原因だったと言われています。弱点として指摘されていましたが、やはりノウハウ不足は AIIB を運営するのに大きな影響を及ぼしているようですね。しかもAIIB は2023年6月にとんでもない大事件を起こしています。その事件内容とは、国際広報責任者だったカナダ人のボブ・ピカード氏による暴露でした。ピカード氏によれば、私は AIIB のグローバル広報責任者でしたが辞任を申し出ました。愛国的なカナダ人の私にとってこの選択をするしかありませんでした。この銀行は共産党員によって支配されています。私は我が国の利益が AIIB 加盟によって満たされるとは思えません。とのこと。簡単に言えば、この組織は共産党が支配してるからカナダの利益にはなりませんと言ってしまったわけですね。当然これは中国にとってはかなり都合の悪い話でした。ピカード氏は暴露するなり早々に同国からとんずら。この一件によって中国とカナダの関係は一気に悪化し、それぞれの国が互いの国の外交官を追い出し合うという結果となりました。中国当局はピカード氏の発言内容を否定しているそうですが、これまでのやらかしを踏まえて考えたら暴露した内容が事実だったとしても別に驚きもしませんよね。こうして日本に振られて満足な融資も行えず、ノウハウも得られず運営に大失敗している AIIB、 日本は参加を絶って正解でしたが、 AIIB に参加しないことを決めた麻生太郎氏の先見の明もすごいですね。それではここからは海外の反応の一部を見ていきましょう。こうなると思っていたよ。日本は正しい選択をした。中国が主導なら裏があると思った。参加国はなぜ参加することにしたのだろう。何かメリットがあったのだろうか。集めたお金が本当に還元されてるのか怪しい。
海外でも中国のやり方には疑問ばかりのようですね。国際的な信用のない国なのでこの反応は当然でしょう。しかもつい先日は習近平すら自国の経済崩壊を認めています。その上アメリカの有名紙によると現在の中国はデフレスパイラルに陥っているというんです。2023年12月31日に行われた新年に向けたテレビ演説の場で習近平国家主席は経済対策を強化して雇用創出を実現する方針を表明しました。その上で一部の企業と国民にとって2023年は困難な年だったとして中国が逆風にさらされていることを認めたんです。習主席はこれまで中国経済は上向いていると言い続けてきました。このような公の場において中国経済が落ち込んでいるとマイナス発言をしたのは異例も異例。しかも習主席の就任以来新年の挨拶で経済的苦境に言及するのはこれがなんと初めてのことだったんです。それだけ中国経済は追い詰められているってことですね。実際習主席は挨拶では続けて一部の国民は仕事を見つけることも難しかった。景気回復の勢いを強めていき着実かつ長期的な経済発展ができるよう努力すると表明しています。つまり経済対策はちゃんとやるからもう少し我慢してくれとなだめるような発言をしているんです。普段は国民を弾圧しまくりなのにここまで低姿勢だと政権の感じている危機感がどれだけ強いか伺えますよね。実際現在の中国経済は完全に追い詰められています。2024年9月にはアメリカの大手通信社ブルームバーグが中国のデフレスパイラル危険な新局面入り早期の措置が必要にと報じているんです。デフレスパイラルとは物価の下落と企業利益減少の悪循環によって景気悪化が止まらなくなる状況のこと。商品価格の低下によって企業の利益が減少しリストラや事業縮小に発展国民のお給料も少なくなるせいで売上拡大のため企業はさらに商品価格を下げる。この連鎖によって景気がどんどん悪化していく状況をデフレスパイラルと言います。要はこれまで日本が置かれていた失われた30年のことですね。そんなヤバすぎる状況に中国は陥っているんです。実際ブルームバーグの記事によると物価の増減を示す GDP デフレーターという指標は2024年春に1年3ヶ月連続でマイナスを記録しました。2025年もマイナスが続く見通しで予想通りなら1993年の集計開始以来最も長いデフレ局面となると同氏は指摘しています。ここ30年で最悪最長のデフレに中国は陥っているんです。習主席は経済発展のため努力するなんて言ってましたけど実際の中国経済は坂道を転げ落ちるようにどん底へ向かっているんですね。その背景にあるのはやはり不動産バブルの崩壊です。実際2024年2月に IMF は報告書で中国の不動産バブル崩壊は過去30年間で世界最大レベルと指摘しています。まさに過剰な不動産開発を強引に言ってきたツケが回ってきたという感じですね。バブル崩壊の兆しが見え始めた頃から上がり続けるはずの不動産価格もだいたい2年で1割ほどの値下がりが見られるようになりました。その上で実際にバブル崩壊となると価格下落をすぐさま解消できるわけもなく相当に長期的に影響することを覚悟しないといけません。事実2024年8月に公表された最新の統計でも不動産価格は主要70都市のうち66都市で下落しています。もう中国の不動産業は終わりの見えない大不況に陥っているんですね。しかもこれまで中国経済を支えてきた製造業も崩壊の一途をたどっています。中国に見切りをつけた外資系企業が次々に撤退しているからです。以前までは多くの外資系企業が中国を重要市場とみなして同国国内に製造拠点を置いていました。しかし景気低迷や人件費高騰によって中国はもはや魅力的な進出先ではなくなってしまったんです。さらにここ数年は習主席と中国共産党がゼロコロナ政策のような無能理解不能な法律を次々と制定してきました。例えば2023年7月には反スパイ法が改正され容疑のかかった個人企業のあらゆる電子機器を当局が調査できるようになりました。つまり一度スパイ認定されたら企業秘密だろうと顧客情報だろうとどんなものでも中国に奪われてしまうんです。反スパイ法とか言ってますが実際は中国が合法的にスパイをするための法律なんですね。そのため習政権に見切りをつけた多くの外資系企業は店舗や工場を閉鎖してあっという間に撤退していきました。残されたのはそのために解雇された大量の失業者たちだけ。習主席は自らの掘った墓穴で自国の製造業を崩壊させてしまったんですね。このように不動産業製造業という中国経済の2本柱が倒れたため
デフレスパイラルからの脱却も簡単なことではありません。すでに国民生活は大打撃を受けており、脱却の糸口になり得る個人消費の拡大、要は国民一人一人がたくさんお買い物をすることも絶望的です。特に深刻なのが若者の雇用問題。世界の誰も信用していない中国の公式発表でも若者の失業率は驚愕の 24%、 実際はその倍の約 50%、 つまり2人に1人は働き口がない、お給料もない状況だと言われています。そのため2024年採用の国家公務員試験にはなんと303万人が出願し、過去最高を記録しました。採用枠は約4万人なので、倍率は実に77倍。公務員に人気が集まるのはなんだか日本のバブル崩壊後を思い起こさせますね。それくらいヤバい状況に中国が陥っていることの何よりの証拠です。ただ中国の場合、公務員だろうと安泰とは言えません。多くの地方政府では公務員給与の支払いが思うようにできず、数ヶ月単位で未払いが発生しているそうです。経済の中心となる北京市や人口約1300万人を誇る天津市でも公務員給与が 20% カットされたと SNS に投稿され話題になりました。ちょっと理解に苦しみますが、実は中国の地方政府は自給自足なんです。だから巨額の債務に苦しんでいる地方政府たちはお給料をカットして節約に勤しんでいるんですね。ではその債務がどこから来たかというと、これもやはり不動産バブルの崩壊。地方政府は中央から GDP 成長の目標達成ノルマが課せられるためインフラ事業に手を出しました。ところが事業には莫大な資金が必要なのに、地方政府は中央から認可された額しか資金調達ができません。そこで登場したのが投資会社の融資平台で、この会社は銀行などから集めたお金を地方政府にインフラ整備用の資金として提供していたんです。このお金は帳簿上融資平台の借金ですが、実質的には地方政府の母外債務、つまり借金として計上されない隠れ債務です。そんなことの繰り返しで積もり積もった借金はなんと約1300兆円にも上ります。そしてこの借金が不動産バブル崩壊によって不良債権、つまり絶対に返せない借金になってしまったんです。地方政府がお給料のカットに勤しんでいるのも当然といえば当然ですよね。このように現在の中国経済は悪化の一途をたどっており、しかも脱出の糸口すらつかめない状況に陥っています。新年の挨拶で習主席は一部の企業と国民にとって2023年は困難な年だったと語りましたが、現状を見るに2024年はあらゆる企業と全国民にとって困難な年になりそうです。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、今の中国経済はまさに日本の失われた30年とそっくりな状況にあるみたいですね。デフレスパイラルだけでも致命的な大問題なのに、不動産バブル崩壊による1300兆円の不良債権や若者の 50% にも上る失業率など問題は山積みです。経済音痴と言われる習近平が果たして有効な対策を取れるのか、一発逆転の手段として台湾侵攻とか、やらかさないですよね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。